あ、折れた。ガーン。折れてしまった。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所探索です。今回は宇宙戦艦ヤマトのヒューガ4号を組み立てます。こちらは探索団の野田ポンが送ってくれました。ありがとうございます。この動画は大人向けの模型作りです。14歳以上を対象に設計されています。まだ入ってる。おもちゃではありませんのでご注意ください。これまでのヒューガの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。探索のチャンネルではアセットさんやデアゴスティーニさんのハートワークものを中心に作っています。チャンネル登録、いいね評価、いつもありがとうございます。なんか基板が早速届いております。パーツ数もね、多いですね。それでは早速作っていきます。頑張っていきます。4号は防護ショックフィールド砲、近接戦闘用速砲光線投射砲の組み立て。なんかどこで切っていいかわかんないんだけど、今後では環境下部の防護ショックフィールド砲部と近接戦闘用速砲光線投射砲のところを組み立てて環境部分に取り付けます。で、光ファイバーを固定部品でまとめるときは、貼られたシールをよく確認して間違えないようにしましょう。ということで、めっちゃ難しいんだけど、そしてこんなにたくさんのパーツがあります。で、材質的にはこれヒップスとか GPPS とかいろいろいろんな種類があって、全部で22の AB とか5の AB とかあるんで、まあ、24個ではないと思うんですけど、多分30個ぐらいのパーツがあります。で、その中でもこれとこれは使いませんということで、これは取っときます。それで大きいパーツでこれとこれがめちゃでかい。強そうだね。なんかね、戦車みたい。戦車っぽいよね、これだけ見ると。それからおーっとそれからこれがなんかね、塗装してあります。ほら、オレンジに塗装してあります。それから光ファイバーは今回は1本です。で、基板があって、それからこんななんかね、ちっちゃい丸いものたちがたくさんあります。それから前回までのところでここまでできてるんですけど、これが反対だよってコメントでたくさんの人に教えてもらって、これがこっち向いてたんですけど、これをこっちに直しました。はい、教えてくれてありがとうございました。これゲートかな。これ切っていい良さそうな気がするんですけど、切っていいね、これ。あ、しまった。はい、じゃあここから始めます。なので、これにさらに下のところを追加していく感じです。まずステップ1で環境下部防護ショックフィールド砲部の組み立てをして、ステップ2で、環境下部
近接戦闘用速砲光線投射砲のところを作って、そしたら点灯テストして、ステップ3で環境下部に取り付けます。でステップ4でケーブルと光ファイバーを取り付けて付けまくって完成ということで、結構大変そうです。盛りだくさんです。じゃあまず防護ショックフィールドホーブを組み立てていきます。このなんかバリカンみたいなやつに、こうか、2つ穴があって、この光ファイバーの金ピカがついてる方を大きい穴に通します。ここにだるまさんがいるので、だるまさん切って大きい丸の方の、あら抜けた、こっち先通すか、どっちからかな、まあ多分こっちからだよね。へこんでる方からこうやって入れて、ネジをここに入れといて、飛び出ないようにこれで押さえるんか、よっネジが飛び出た。あ、これでこれも抜けなくなるんだね。でビヨーンって出てるここを切ります。そしたらこのバリカンを、でここの下から4センチのところに NL のシールを貼ります。先にねセロテープ貼っときました。あ、やり直しが効かない、先にセロテープ作戦失敗しました。めっちゃ下手くそになっちゃった。セロテープを重視してしまった。そしたらこの塗装してあるオレンジ色の丸いやつをカットします。これちょっとね、金属とまではいかないけど、なんかちょっと質感が違う。あ、一緒だった、一緒で、ただ塗ってツルツルしてるだけだった。これをここにはめます。接着だね。はい、できました。ちょっとオウムっぽいね、ナウシカに出てくるオウムみたい。ちょっと寝起きで声がガラガラしてる。そしたらこの4つの羽っぽいルーバーをカットします。これにはめる、こうだね。かっこいい、黒にこのルーバーをはめました。そしたらこれかな、こっち向きでこれを乗せるだけかな、これ合ってるかな。これでネジ止めします。こうかな、こうだ、ここが合いました。こうですね、できた。
したら、この基板をこう向きにして赤を接着だった、こんなとこ接着剤塗っていいのかな、赤いテントウムシをここ、もう一匹の赤いテントウムシを、まだ成長できてない緑のテントウムシを、あんまり触らない方がいいよね、あれ入らない、あ、折れた、ガーン、折れてしまった、ちょっとね全然入らんけん、あー入らん、できた、じゃーん、綺麗にはまりました。さっき折っちゃったところはだいぶ削りました、すごい削って削って綺麗に入れました。よし、次にこのでっかいやつなんですけど、これに、おー、ぴったりはめてネジ止め、ネジ止めしました。そしたらさっき作ったこの基板をこう、おーすごいね、で蓋します。次にここにケーブルを挿します。ちょっと次こそは2センチのところに失敗しないようにケーブルを合わせる、できた、はい。そしたらこれまず点灯テストします、いきます。これスイッチとかなくていきなりこれ刺すと光るんかな、せーの、よいしょ、おー眩しい、光りました、白だね、よいしょ、オレンジをここにはめる、ぴったり、そんでこの LED をここに、だいぶパーツがなくなってきたね、もうあとねパーツはこれだけです、このケーブルをここに刺す、ここまでできました、じゃん。じゃあ今ステップ3です、環境下部に取り付けます、こう下にはませといて、これらのすんごいいっぱい出てる光ファイバーたち全部はここと一緒にする、こう、すごいね、何が何やら、すごい、よいしょ、大丈夫これ個性豊かな人たちがいっぱい飛び出てくるんだけど、お、できそう、こうか、ここだ、おお、いい感じで、ここの4箇所ネジ止め、結構硬かったけど4箇所ネジ締めしました、1、2、3、4、そしたらわっさーってなってんだけど、これをくっつけていきます、こっち向きでこうして、
で、これはこの中に入れときます。ここに両面テープ貼って出てきちゃうから、ほんでここにも、まあ、いいか、よし、ここに両面テープ入れました、仕込みました。この中全部入れるんかな、全部入れるっぽいな。これをまとめてこの中に全部入れます。じゃあちょっとずつ入れていきます。すごい大混雑、大混雑すぎるでしょこれ、無理やり無理やり入れていくスタイルでいきます。いや合ってる、合ってない、こうだ、こうか、こうして、あ、全部入ったぞ、よし、じゃあこれでパッチン、お、できた、ぎゅうぎゅうです、できたできた。ほんでそしたらネジ止めします。5箇所ネジ止めか、 1,2,3,4,5 か、え、ネジ全然足りないんだけど、やばい、どっかでネジ間違えて使ってるな、ネジが足りん。174-23、174-23、ずっと同じ、あれ、あれ174-24だった、あ、間違えてる、ここで1個間違えたな、ここで1個ネジ1個だけ間違えた、1個だけしか間違えてないな、1,2,3,4、ネジが全然足りん、1個これにしよう、このまま、怒られそうだけどこのまま行こう、途中でネジが違ってたとは、あ、なんか取れた、ガーン、ここが取れちゃった、これは余っちゃった、ネジ間違えたけどとりあえずここまで作りました。ポロポロするんかな、やばいな、そもそもガタガタしてるしな、これそういうもんかな、攻撃するけんこれは動くでいいかもしれんな、いいかもね、こんだけなんかゆとりあっていいかもしれない。ここに FD って書いてあるので、 FD これだ、これとこれだ、これを刺す、ここに刺します、この FD って書かれたところに刺す、よいしょ、
おお、バキっていった。FD、これか。これを最後点灯テストしますので、GR2 のシールをコネクタに差し込む。GR2 これだ。GR2 は GR1 と GR2 があってこっち側だ。よいしょ。よいしょ。次 GR1 をこれかな。GR1 をここに。あ、取れてる。これも接着しよう。どんどんポロポロする。 GR1 をここに刺します。よいしょ。そうしたら ACL のシールが貼られた光ファイバー2本、 ACL これだ。これとこれ2本と固定部品でまとめて ACL と書かれた穴に差し込む。待て、 ACL のシールが貼られた光ファイバー2本をまとめて1個のところに入れるんか。まとめて1つの穴に入れる。このボタンみたいなやつの穴に同じとこに入れる。狭っ。こう2本同じとこ入れるの。これ新たな、これを入れるのか。ちょっと爪で潰しちゃった。これを対角線のところに入れます。よし。こうやってしっかり出して、5mm、 5mm しっかり出して、で、カットします。これ、出ている部分をきれいにカットする。完成した光ファイバーを ACL と書かれた穴に差し込む。あ、ここか。ここだ。ここに差し込む。ここに刺す。よい。抜けないのか、これは。向きある？向きない、まん丸だもんね。あ、入った。接着？接着ではないな。あ、1個できた。やっと1個できた。こんな感じになりました。よし、じゃあ NL の白2つをさっきと同じように1個のとこに入れる。なかなか2本同時が難しいな。きついな、これ。でもまあやり方は分かった。1個やって。お、出てきた。出すぎ、主張しすぎ。
NLW に入れる。 NLW これだ。ああまた取れた。え、あ、まあいいか、ちょっと取れちゃった。これ入れてから刺すでいいんじゃないの。ダメかな。こうしてからここに刺すでもいいんかな。ゆるゆるすぎん。わからない。ちょっとマステで止めとこう。光ファイバーの扱い方が分かりません。ここちょっとマステしときます。あ、結構できてきたぞ。 NLW が終わりました。次は NL 緑の NL って書いた緑の分と光ファイバーでカットする。一緒だね。 OKOK。あ、なんかすごいスムーズに入ったぞ。これ1本予備か。ほんで、え、どこに刺すだろう。 NLG グリーンの G か。わあ遠いな。あ、間違えてるな、これ。待った待った、なんで間違えてる。全然刺すとこ間違えてる。やば、ここじゃなかったし、ここじゃなくて、まずった、ここじゃなかった。なんで間違えたんだ。なんとかなるか。なんで間違えたんだろう。こっちじゃなくてこっちで、完全に間違えた。なんか向きが逆でむずいな。こうして、こう入るんかな。入れるのむずいな。入らんの。入る？入らん？よいしょ。あれ？飛び出すやつ？まだこれが多分何回も、おー来た、何回も続くんだろうけど、まだ不慣れだな。ほんでこれがグリーンだからすごい遠くだよ。その前にレッドやった方が良くない。レッドは難しいんか。待って、これは刺さってんのか。緑を先にここに入れます。グリーンで、ほい、入れました。ほんで赤 NL の赤2本入れます。入れて、もう一個に細いのと、これ細いのと太いのがあって、細いのと NL を入れる。入ります、入ります。よし、入った。はい、2本と細いの1本で合計4本入れました。でこれをカットします。あ、カットじゃないわ。あ、そうだ、ここに入っちゃってんだよ。やばい、やっぱこれは取れないかな。なんで間違えてここ入れちゃったんだろう。ペンチで取れるか。うわ、滑るけん無理かな。あ、取れる、取れた、やってた。入れました。
そしたらとする4本入ってます。これを R、 レッドの R に入れる。ほっ、できた。よし、最後。うわー、すごいな。よく作ったな、自分でここまで。よし、次 SL は4本の骨頂剣。4本入れます。いやー、これ光らせたいけどな。その術がない。なんかやりすぎて光ファイバー折れそうだし。いいよ、対角線に。4つ出したよ。次に1個予備かな、これ。1個予備とは書いてないな。あれ、どっかで入れ忘れちゃったんかな。6本、あれ ?1、2、3、 わからんな。まあいいか。じゃあ最後かな。1本入れます。あれ、すごいスルスル取れちゃう。お、取れちゃった。え、ちょっと待って待って。うん、予備なしでしょ。5本でしょ。今まで入れるとこあったのかな。だっけ、うん、どっか、もし、待って、これ、ここが1本でしょ?ここは1本でしょ?ここも1本で3本でしょ?で、ここで、あ、ここだ!いや、入れた。4本でしょ?あ、入ってない。はぁ、入ってなかった。今から入れて間に合うかな。あぁ!曲がっちった。やばい。レッド、今から入れて、やばいかな。もう一回抜くか、レッドは。こうやったら抜けることが分かりましたので。わあ、ここにもう一本入れんといけんかったんだ。ちょっと待って。もう一回これ抜いて、んで、ちょっと曲がっちゃったけど、これを入れて、抜けちゃったんかな。で、もう一回入れます。あー、抜けた。抜けるんだ、これ。困りますな。あー、また抜けた。あらら。いや、できた。抜けないかな。これでもう一回切る。レッドにもう一回入れます。あて、やばいやばい。お、できた。レッドもうゆるゆるになっちゃったな、何回も抜き差ししたら。じゃあ最後に SL、 もうゆるゆるだな。SL2 本ずつと太いの入れたら届くかな。届くんか、これは。ここに刺します。あ、できた。ほう、わあ、ちょっとこれ抜けそうだけど、できた。できました。完成です。すっごい大変だった。できました。光らせたいけど、多分これがスイッチになるんかな。今は光らせることができそうにないです。
ありがとうございました。めっちゃ細かかったし大変だった。立てれない、これ寝かすしかないんか。はい、それではわさーって出てた玉ねぎの根っこみたいな、クラゲの足みたいな光ファイバーを全部ここにボタンの穴の中に入れて取り付けました。もうぐちゃーってなってますけど、多分間違えてはないです。なんか最初、なぜか白をここに R のとこ入れちゃって間違えたりして、やり直しできたんでよかったんですけど、あと途中からこの光ファイバーをぐさって入れようとして、ぐねって曲がっちゃったりとか、あとネジも間違えちゃって、このネジ結局2個とも使えず、途中でネジ間違えちゃったりして、いろいろと大変でしたが、なんとか4号完成させました。大変だった。細かかったです。ちゃんと光ってくれるといいんですけど、大丈夫かな。それでは、次回の5号は、ここにあるんですけど、5号は、環境の組み立てと看守アンテナの取り付けとなっております。お楽しみに。最後まで見ていただきましてありがとうございました。なんか光らせたかったけどスイッチないので無理そうですね。はい、ヒューガの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。そして探索はしょっちゅう模型作りの生配信もしています。ぜひチャンネル登録をして遊びに来てくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。探索でした。だんだーん、また見てね。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。今回も探索の動画を見てくれてありがとうだぜ。このチャンネルでは、デアボスティニアアシェットの週刊シリーズ、ガンプラなど模型作りを紹介してるんだよね。そうだぜ、週に2回 YouTube ライブも配信してるので遊びに来てほしいぜ。よかったら励みになるのでチャンネル登録よろしくお願いします。そして登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしく頼むぜ。それではまたねー。